はい、皆さんこんにちは、レイです。さっきコンビニ行きましたらですね、ちょっと美味しそうなジュースが売ってましたので買ってきてみたんですけども、皆さん炭酸の、清涼飲料水とかジュースってどのぐらい飲みますか？僕コーラが好きでですね、むちゃくちゃいっぱい飲んでるんですけども、やっぱりたまにはちょっと違う味で、なんか振り幅で違うのも知ってみたいなと思って、他のものも買う時があるんですけども、僕のバイクの師匠がですね、オランジーナがすごい好きでですね、でその影響を受けて僕もオランジーナが好きになって、子供の頃海外でオランジーナが売ってて、なんか飲んでた時はなんか苦くてファンタとかの方が美味しいななんて思ってたんですけど、大人になるとなんかちょっと苦味のあるものも好きになって飲めるようになるんですね。で今日買ってきたのがオランジーナなんですが、これが2種類あって、こっちの赤い方のパッケージというのが赤ぶどう&オレンジで、もう一つの方が白ぶどう&オレンジっていう風になっていて、だからまあ2つのフルーツを混ぜてるようなんですけども、赤ぶどうと白ぶどうって実際どういう風に違うのか、気になってですね、両方買ってまいりました。で今日は2カメ体制でまいります。こっちのカメラとこっちのカメラと2つでいきましょうか。ではですね、早速この赤ぶどう&オレンジ開けていきましょう。これです、こんなやつ。これ開けます。そんなになんかバシュって炭酸が弾け散るような感じではなさそうですね。じゃあこれを、あ、オランジーナのいい香りですね。まあ片方にこんな感じで注いで、でもう一つも開けちゃいましょう。こっちが白ぶどう&オレンジというものです。さあさあ、あ、香りが全然違う。白ぶどうの方がマスカットに近い香りというか別物ですね。で色もですね、赤ぶどうの方が赤っぽい色になってますね。あ、こんなに違うもんなんですね。じゃあまず色が薄い方、味もちょっと薄い方から濃い方に行きたい。白ぶどうから先にいただきますね。じゃあこっちからいただこう。あ、ぶどうの香りがねすごい強いですね。これオレンジよりもぶどうの香りの方が強いぐらい。あ、細かいオランジーナのなんか炭酸の粒立ちが細かい感じがするんですよね。僕ウィルキンソンの炭酸水も好きでよく飲むんですけど、あれは炭酸の粒が一個一個が大きくて、コーラも大きめな感じがするんですよね。で実際の原理分かりませんけど、なんかその炭酸の気泡の周りに味がくっついてきて一緒に入ってくるような、で喉の奥でその炭酸が通っていくときに、そのなんか気泡が割れて中からさらに風味が出てくるような、なんかそんな感じの喉越しがすごく好きなんですね。僕お酒飲めないのでビールは飲めないんですけども、多分ビールを好きな方もその喉越しっていうのはそういうことなのかななんて思ってたんですけども、あー、ぶどう感あるね。オランジーナの苦味というかちょっと大人っぽい感じのところにぶどうの爽やかな、なんかちょっと酸味の効いた味が入ってますね。ただオランジーナって最後の方なんか喉の奥にその苦味のある甘み、ただのオレンジの例えばみかんのようなさらりとした感じというよりかは、本当にその大きめのなんかオレンジみたいなちょっと濃いめの強い味がするじゃないですか。だからなんかみかんなっていうか、やっぱオランジーナってオレンジ系なんだなと思うんですけど、じゃあ次はこの赤ぶどういただきましょうか。まあ赤ぶどうのパッケージですね、こんな感じで可愛いんですけど、いただきます。あ、こっちはちょっとグレープ感がありますね。だからやっぱりぶどうの皮が緑色なのか、まあその紫系なのかっていうような違いがあるような気がします。あ、美味しい。これは全然違うね。あ、こんなに違うものなんだ。ちょっともう一回白ぶどうオレンジっていいですか。白ぶどうオレンジ今度いきますね。こっち、うん、このねコップに出したかった理由がまだ一つあって、まあ香りがこの引き立つデキャンタするじゃないですけど、香りがちょっと大きめにふわって広がるかなと思ったんですけど、もう口元にこのコップを運んでくる時点で香りが全然違いますね。これ、あー、なるほどね。これはですね、かなり好き好き分かれるんじゃないかなと思います。どっちも美味しいんですけど、でしかも、あー、よくできてるなこれ、よくできてるな。どっちもオランジーナベースであることは確かに感じるものはあるんですよ。なんですけどやっぱりそこに緑色の
ブドウを入れてるのか紫色のブドウを入れてるのか、そのブドウの雰囲気の違いっていうのがすごく強くちゃんと出てますね。ただベースのオランジーナ感とぶつかってないのが、あーよくできてるなこれあ、なんか甘さが喉に絡んできた。あのオランジーナのね、そのなんかあの苦い甘い強い感じがするところが、僕その毎日は飲まないところ、今それがですね盛大に喉に絡んできましたね。だから最後の方のなんかあのファンタの方が、まあ液体がサラサラしてる感じがして、オランジーナの方がちょっとそのとろみがあるようなところがあるように感じるんですね。でそのとろみの部分になんか甘みの味付けがかなりその顕著に現れてるような、そんな風な体感なんですけど、オランジーナの最後のとろりとした甘みっていうのはどっちもしっかり残ってるので、最終的に喉をこう通り越していった時に喉の奥に残るのはオランジーナの苦い甘みのとろみですね。ただその入り口の手前段階のところが白ぶどうなのか赤ぶどうなのかというところで、だからその序章と結末までちゃんとこのね起承転結があるんですね。序章はぶどうですね、ぶどうが強いで、喉口の中喉を通っていくってその経過の部分、そのなんかねアプローチというかプロセスのところはまあ半々というかそれぞれが綺麗に混ざり合っているんですけど、最終的なまあエンディングを迎える時にはもうほぼ完全なるオランジーナに戻りますね。だからただ入れて混ぜてなんか一緒くたになっちゃったっていうよりかは、入り口から出口まで最後のところまで全部その経過があるような、そんな作り込みがされているような、まあ喉越しと味わいがあって、これは不思議なもんですね。これね両方同時にこうやって飲んでみてもらうと面白いかもわかんないです。一緒に飲んでもらうと僕が言ってることね、とても分かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますよ。で、あのこういうジュースって混ぜるってことを皆さんしないでしょ。僕前にコーラとペプシを1対1で割るっていうのが好きでやってたことがあるんですよ。ただ厄介なんですよこれ、ペプシって簡単にそう売ってなくて、しかも僕コーラの500ミリ缶が好きなんですね。でそれに混ぜるのはやっぱりペプシも500ミリ缶を混ぜたいんですね。あのコーラって瓶で飲むのが一番美味しいなっていつも思うんですよね、ガラス瓶のやつね。あの仕入れると50円ぐらいだけど、おしゃれなカフェ行くと500円で売ってるやつね。あれおしゃれなカフェ行くたびにどうしようかな、50円もしないものを500円で飲むのかって毎回悩んじゃうんですけど、僕はその500ミリの缶の炭酸がちょっとその分散してるというか、まんべんなくもうちょっと広がってる感のある缶の方が広いんですね。で瓶の方が狭くてこうギュッと圧縮されてるような凝縮感があって、で炭酸感はもちろん味わいたいんだけども、コーラは味も好きだし量も飲みたいというので僕500が好きなんですけど、そのコーラの500とペプシの500を割ると、あのねペプシの方がこう薄い甘さがあって、コーラの方が分厚い甘さがあって、炭酸の感触は500ミリ缶になるとどっちもすごく似てるんですけど、そのコーラの方が意外に濃さとか苦みとか強さがあって、ペプシの方が比較的サラサラしてるんですね。だから例えば行った先のなんかファミレスとかピザ屋さんとかによっては、コーラなんですよっていう場所とペプシなんですよ、だからコカコーラとペプシコーラとそれぞれある場合とかあるじゃないですか。でやっぱりそこのお店って、まあ、いろんな理由で選んでらっしゃるんでしょうけど、やっぱり料理と合う方を選んでるんじゃないかなとは思いたいんですよね。だからピザ屋さん行った時もコーラって言うとペプシコーラですがよろしいですかって言ってくださるすごい店員の方いらっしゃると、ああこだわってペプシ選んでらっしゃるならぜひぜひお願いしますって、やっぱ美味しいんですね。これもちょっと混ぜてみようかな。じゃあこっち赤い方がまだ比較的量残ってるので、ここに同じだけの分量のこっち白ぶどう、これを混ぜてみます。同じような量でいこうか、この辺でいいのかな。はい、さあ混ざり合いました。この2つが出会うことで何が起きるのでしょうかね。これ色が今一瞬で混ざったけども赤い方がやっぱ強いのかな。じゃあこれ白と赤のブレンドをいただきます。うん、入り口の匂いは赤の方が強い、赤の方が香りが引き立ってるんですねきっと。うん、味はあーこれ複雑になった、これ難しくなっちゃったよこれ。うん、結末出口の最後の部分っていうのはやっぱりオランジーナのとろみが最終的にやっぱ残ってて、喉を通っちゃった後はブドウ感が口の中にもさほど残らないんですけど、白と赤を混ぜると
味としては赤の方が強いんだけども、意外に白の方の香りの方が口の中では活躍するというか残るというか主張する、そんな感じですよ。これ香りは赤なんですよ、最初のこの匂い嗅いでる時は。だけど口の中ではなんかそれが逆転する。うん、口の中では白の方が味が強い。まあ苦味と酸味と無理やり言うのであれば、赤い方が多分ね、どちらかというとまだ苦味よりで、白い方が酸味より。苦いものと酸っぱいものって同時に食べると酸っぱいが勝つのかな。でただ一番最後、とにかく僕の今喉のここにずっといるのはオランジーナのとろみに紛れてる甘さですね。甘さがあるっていう、甘いっていう感じはしないです。普段コーラガンガン飲んでるね、コーラの方が全然甘みがずっと口の中に残り続けるんですよね。奥歯のあたりとかにずっとこう甘いものがいるような、そんな感じがするんですけど、これはそういう残り方はしないんですね。あ、これ独特で面白い。何回飲んでも印象変わらないので、多分僕の体感でそんなにずれてはないと思うんですけども、あ、面白いなこれは。うん、なんか両方を知ってるところから混ぜて飲んでるから、それぞれの大元のその調合元を知ってるから、それの印象に結構引っ張られてるのかもしれないんだけども、あのもし皆さんこれ、あの同じものコンビニで売ってたら、両方2つともこれ買ってみていただいて、で混ぜたところから1対1で割ったところから飲んでみてもらって、それからその調合元に立ち返って白飲んで赤飲んで、 僕と要は逆の順番やってみてもらうと面白いかもわかんないです。多分同じ順番だとそんなに感想ずれないと思うんですよ。あのよかったらちょっと逆の順番でやってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日はですね、コンビニちょっと美味しそうなジュース見つけましたので、それをですねテイスティングさせていただきました。なんかあの物ってやっぱその比べないと分からないところが多くて、あの例えばそのバイクっていうものも他のメーカーのもの、競合車種のものを比べてみることでそれぞれの良さがさらに際立つところがかなりあったりするので、あのいろんなバイクとかいろんな乗り物を試乗してみたり、いろんなカメラ使ってみたり、いろんなことしてみると、そのここにあるものとその隣にあるものの違いってすごく難しいんだけど、もっとあさってぐらいに位置にあるものだったら位置関係が遠ければ遠いほど比べやすくなったりしますよね。なんかそういう判断材料になるのってやっぱ面白いなと思うので、僕なるべくあのいろんなものをですね触れてみたいなと、いろんな知らないことを知りたいなと思っていろんなことを試してみるんですけど、まあこのオランジーナに関してはもうお隣さんの距離感ですよね。全然違うところにあるオランジーナとコーラ割りました。あ、それやってみたいな。それどうかな、それ美味しいの。それコーラも好きでオランジーナも好きだけど、なんかいいとこといいとこが潰し合って喧嘩することになっちゃかわいそうだから、なんかあのちょっと足りないとこ補うような、なんかそれぞれのいいところがいい塩梅で混ざり合うみたいな結末迎えればいいんだけど、まあちょっと機会があったらコーラと何か割ってみるともやってみようかな。よかった皆さんもいろんなものを試してみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日はジュースを飲むという、そんなまったりした動画でございました。なんかレイブログでこういうまったりしたの久々なんですけども、よかったらこれからもぜひご覧になってください。今このレイブログとですね、他にあのサブチャンネルひらがなレイブログということで、もっとゆるりとしたことやったりとかですね、バイクと全く関係ない、もうこういうこといっぱいやってるんですけど、あと今ゲーム実況チャンネルというのもあって、そっちで今モンハンをですね、リスナーの方と楽しくやっております。で実はあの今、まあ、ここ事務所来るときにですね、なんとなく携帯見てたらばドラゴンボール Z カカロットって新しいゲームが出て、それを買ってから来るかすごく悩んで、まあ悩んだっていうことは急いで無理に買いに行かなくていいかなと思って、一回ちょっとステイしようと思って、ちょっと落ち着かせようと思ってのこのなんか喉越し爽やかなもの飲もうかなっていうのもあったんですけど、未だに悩んでるんで、悩んだら買えっていうふうに教わってましたので、今から僕ドラゴンボール Z カカロット買いに行くかな、行くのかな、行くのかもしれません。まあそんなことをですね、3つのチャンネルでやっておりますので、よかったらそれぞれご覧になってください。それぞれのチャンネルもぜひ、チャンネル登録していただいて、ぜひ通知オンにしてお見逃しなくお付き合いくださいませ。というわけでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。